まあ、非常に出てきた法案に対してですね、まあ、非常にまあずさんだということをですね、まあ、指摘をさせていただいて、我々からですね、5項目のことについて、まあ、修正をしてほしいということで、まあ、言って、まあ、協議をさせていただきました。で、ただですね、まあ、今回の、まあ、法案の中身についてですね、やはりまだまだ、こう疑念というかですね、残る部分は、まあ、ありますし、そしてまた何よりもですね、まあ、国民の間では、まだまだこの法案に対してですね、まあ、非常に、まあ、多くの人が、疑念を感じているという状況にはですね、まあ、変わらないということで、だからこそですね、拙速に、まあ、採決するのではなくて、まあ、十分に、まあ、国民にもですね、まあ、理解が深まるような、まあ、努力をですね、行ってほしいという思いから、まあ、十分審議を尽くしてほしいということを申し上げてきたところであります。まあ、ところが、まあ、11月26日に、まあ、法案につきましては、まあ、与党は衆議院でですね、まあ、強行採決ということをですね、行いました。11月25日には、福島県におきまして、まあ、地方公聴会をですね、まあ、行ったばかりでありまして、しかもその公聴会でも、まあ、法案に対するですね、まあ、大変、まあ、厳しいですね、意見を、まあ、いただいた、ところであります。まあ、その、まあ、明くる日にですね、まあ、強行採決するとはですね、やはり、まあ、ここはあまりにもですね、まあ、強引だというふうに、まあ、思いますし、国民からすればですね、一体何のための公聴会だったんだろうかという思いをですね、有しているにはですね、これ違いはありません。まあ、こんな、まあ、拙速なですね、決め方では、まあ、国民に対して理解が深まるどころかですね、どんどんと、こう、不信感がですね、募っていくばかりというふうに思います。誰がどう考えても、まあ、公聴会であれだけ厳しい意見があった明くる日にですね、まあ、強行に採決するということはですね、まあ、おかしいというふうに思われますけれども、まあ、強行採決をですね、しなければいけない理由をですね、まあ、ぜひお聞きしたいというふうに思いますし、そしてまた、今回の特定秘密保護法案が、まあ、衆議院に提出されたのはですね、10月25日なんですね。ただ、国家安全保障に関する特別委員会で、まあ、実質的に審議され、開始されたのがですね、11月7日でありますから、まあ、そこから、まあ、衆議院で、まあ、強行採決されたのが、まあ、11月26日ということであり、まあ、この法案のですね、まあ、大変重要性をですね、踏まえれば、あまりにも短い期間での、まあ、審議によって、まあ、採決がなされたというふうに思います。政府としては、国会での審議を尽くしたという思いはあるかもしれませんが、国民はそうは思っておりません。どうして政府はもう少し時間をかけてですね、国民に理解してもらえるような努力をしないのか、まずお聞きしたいと思います。森国務大臣。維新の会の皆様の、修正協議等に関するご努力に感謝を申し上げます。衆議院における採決や緊急上程をなされなければならない理由等についてのご質問でございますけれども、国会の運営に関する事項であるというふうに今心得ております。まあ、政府としましては国民の皆様の中に特定秘密の指定が恣意的になされるのではないかというような懸念を有する方もおられることは承知しておりますが、公聴会等の翌日審議もさせていただきましたし、また法案の提出にあたってですね、さまざまな機会を捉えて説明をしてまいりました。まあ、情報漏えいに関する脅威が高まっている状況、外国との情報共有が、情報が各国において保全をされていることを前提に行われていることに鑑みると、秘密保全に関する法制を整備することは、喫緊の課題であるというふうに考えております。また、このご懸念に対しては、本法案には適正な運用を確保するための重層的な仕組みがさまざまに盛り込まれており、また修正を経てですね、維新の会の皆様等の建設的なご意見がまた盛り込まれました。そういったことが衆議院における45時間を超える審議の中で、
丁寧に説明をしてまいったつもりでございますけれども、今後とも参院の審議も通じて、国民の皆様に丁寧に説明をしてまいりたいと思っております。東徹君。やはりですね、公聴会をやって、あれだけ厳しい意見がですね、あくる日にこれ、強行採決っていうのはですね、やはりちょっとあまりにもですね、公聴会を何のための公聴会なのかということでもありますし、国民に対してもですね、余計にやっぱり疑念はですね、深まるばかりだというふうに思います。今回のようなですね、緊急上程がこうなされたわけですけれども、過去においてですね、こんなようなやり方で、緊急上程がなされた法案というのは、どれぐらいあるのかですね、教えていただけますでしょうか。森国務大臣。過去に緊急上程がなされた法案については、国会の運営に関する事項であり、お答えする立場にないものと心得ております。東徹君。委員長。委員会で強行採決があって、その日の晩にですね、また、本会議で強行採決というのは、こういうのは今まで、ありましたですか。鈴木内閣審議官。調べて後ほど回答いたします。東徹君。じゃあですね、次に質問にですね、移らせていただきますけれども、当初政府からこの示されました法律案では、特定秘密の指定権限をですね、有する行政機関の庁の範囲についてですね、限定はされていませんでした。これでは政府は何でも秘密にできてしまうというほかならずですね、福島県の庁公聴会でも、